ゼロハリバートンのアタッシェケース。ゼロハリバートンは、主にアルミニウム素材のアタッシェケース等を専門に製造するメーカー。アポロ11号による月面着陸の際、月の石を入れて持ち帰った月面採取標本格の大を製造した。2006年にエース株式会社が商標、販売権を買収。1938年。 RP ハリバートンにより創業。油田産業も手掛けていた P ハリバートンは砂漠地帯を訪れるたびにカバンに入り込む砂ぼこりに悩まされていた。そこで航空機エンジニアの助言を得てアルミニウム合金を使用した頑丈なカバンの製作に取り掛かりケースが完成。その後ハリバートンケース社をアメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンク市に設立。 カバンの製造をゼロルドをカンパニー社が担った。発音を優しくする目的もありジロルド社は1946年にゼロコーポレーションへと改名、その後1952年にハリバートンケース社がゼロコーポレーションの3回入ることとなり、1959年に名称がゼロハリバートンとなった。日本での正規代理店だった。 株式会社大沢紹介グループによる取扱いが終了した後、2005年からエース株式会社が販売代理店として提携を結び、2006年12月29日にゼロハリバートンの商標、販売権を買収し、グループ化した。現在はアメリカのゼロハリバートン社が運営し、ソルトレイクシティの工場に加え、北海道赤平市などにも製造拠点を置き、 国内のデパート、専門店で販売を行っている。ケース上部禁九1969年、アポロ計画の際に、月の石を採集するケースとして、ゼロハリバートンのカバンが使用された。アメリカ航空宇宙局より製造を依頼され、月面採取標本格納期と呼ばれた。このケースは、宇宙用として、特殊に改造したものではなく、 当時一般に市販されているケースをやや加工しただけだったという。その頑丈さ、デザインから様々な人物、シーンで使用されており、テロの爆発にあっても中身が無事だったと、逸話も多い。多くの映画の劇中にも登場し、著名な愛用者に、ハリウッド女優、歌手のマレーネ・ネディ・トリヒラが挙げられている。他に、アメリカ合衆国大統領のみが所有を許され、 核兵器に関する重要機密事項が入った黒いブリーフケースもゼロハリバートン製である。製品のブリーフケースは1946年より補強のためそのトレードマークでもある2本のプレスライン、ダブルリブが入れられるようになった。当初アルミニウムが主流だった製品も現在ではポリカーボネートやナイロンといった素材を使用したものも用いるようになり、 牛皮を使用した小物シリーズも登場。2008年には創業70周年を記念してデザイナーのティム・フェントンをエグゼクティブデザインコンサルタントに招き限定モデルを発表した。またキャリーバッグの購入時についてくるノベルティも人気が高い。コラボしたコンデジゼロ・ハリバートンは他商品とのコラボレーションによるダブルネームブランドをいくつか送り出しており 外観が、イメージがスーツケースを連想させるものになっている。代表的なものとして、日立マクセルによる、デジタルカメラや成功の腕時計などがある。ハットゼロハリバートン誕生日は、公式サイトより、日経ブープネット2007年1月11日、ABC 読売新聞2021年10月18日。ありがとうございます。